お疲れ様です。ラットです。今回はですね、ゴレクロです。はい。ゴレクロってなわけで、まあ、デッキがですね、このドラドラゴレになるんですけど、まあ、新しいですね。なんか、普通に、なんかドラドラゴレとかはあったんですけど、まあ、それにクローンっていうので、また新しい編成かなと思います。で、これなんか海外の、誰かわかんないけど、海外の人がこれでグラチャで、まあ、12勝してたんで、まあまあ強いんじゃないかなと思いますね。なんか、まあ、ラバが気持ち多い。なんかラバルガゴガゴとか、なんかラバ、普通にラバディガとか、そのラバの、まあバルームディガもないやつとか、まあ今ラバがすごい多いですよね、気持ちね。気持ち多いんで、まあそれに対して、まあドラドラダクネの、まああとはランバージャックのね、レイジとか、まあ生き玉がすごい刺さってるんじゃないかなと思われます。はい。っていうところで、まあこちらでね、やっていきたいと思います。よいしょ。で、しかも3スペなんですよね、このゴレ。なんか、普通、クローンプラスの柳雨とかが結構、てか、クローンプラスのウッドかロリババとかが多いんですけど、まあ、ロリババと雪玉をね、まあ、両方採用したゴレクロっていうので、まあ、ちょっと珍しいですね。てか、まあ、スペルが、やっぱ強いんで、ロリババもなんかもうユニットみたいなところあるんでね、あれ。普通にユニット、もうユニットとして扱ってもいいレベルなんですよね、あれは。なんで、それ、とあと雪玉は、あーなんだこれ、急に端前ピック来ますね。そうね、ここはどうにか頑張りたい。で、雪玉でそう、あとはインドラとかのターゲットリセットとかまあできるんでね、すごいいいかなと思います。なるほど、相手の攻め方が面白いですね。これちょっと、あーワンチャン雪玉でキング起動とかもしてもよかったですけど、さすがに攻めすぎか。まあ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 、ギリギリですけど、守っていきます。で、相手ペッカーですね。ペッカーで、今ここ、相手ペッカー咲いた。しかも、コジョババも咲いたんですよ。だから、僕がゴレ展開しても逆サイを攻めれないと思うんですよねっていう予想なんだけど、あ、相手回してますね。これで逆サイ工場来んのかな。いや、来ない。っていうので、これでだってもう、たまにザップじゃないんですよね。さすがに。わかんないけど。そしたら、もうこのインドラで、ゴレ賞味溶かせるんで、てかファイボとかだったらめちゃくちゃ嬉しいですね。ポイント、まあ、付け足しからのここでもクローンやっちゃいますね。はい。で、あーなんかよくわかんないですけど、よくわかんないけどいい感じになってますね。あーランバが強い、ランバが強い。これしかもあれですね、最後インドラが全部持っていくゲーミングですね。勝ちですね。もうこれ、あーまだ相手は守ってきますね。てか、まあ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 、これ硬い作って、右側もゴリ押しできます。はい。相手、なんだろう、スペルがファイボっぽいですよね。気持ちファイボっぽい。てか、もうこれも無視でもいいまである。これだってインドラで多分全守りできる。で、これ、この、ここだけ、対空のここだけ処理しておけば、あー、相手キング降りに来てる。キング降りに来てる。てか、ザップヤンキー。モロザップでしたね。あはやばい、待って、こんな負け方はダメ。ここの負け方はダメ。タイル。オーケー、勝ち確ですね。で、最後に、もう気持ちクローンを浴びさせたいんですけど、あんま攻めすぎたら、キングおられちゃうんで怖いんで、ちょっと待ってからの、オーケー、余裕ですね。でも、なんか、クローン、カバーされたんですよね。まあ、クローンされた分身が後ろに、本体のね、後ろにそのクローンユニットが生まれちゃうっていうので、なんか前よりはなんかそのなんだろうな防衛されやすくなりましたね。はい。なんで、まあ、ちょっとその弱体が使ってみると痛いですね。なんか使わなかったら別にそんな変わんなくねって思ってたんですけど、いざクローン使ってみると、あー気持ち痛いなとは思いますね。はい。というわけで、ガゴも最近勝率高いんですよね。ペッカ、まあペッカでしょうね。というとこを取って、ゴレクロ。あはー、ファイブッター、惜しい。相手のスペルがファイボということは、もうクロー無双ですね。なんで、まあここでランバーか、ベビードラーかメガゴケいきそうなんで、まあ対空増やして、OK、コウモリも入ってる。OK、なんか相手困ってる。オッケー、いいターゲットで、ここ、雪玉でターゲットを、じゃ、あれだ、インドラの、
たぎり性やりつつですけど、まあ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 ですね。ここのカウンターがちょい怖ですけど、なるほど、まあ、ロリババで気持ちね気持ちね、いらないかもしんないんですけど、まあまあまあ、これでまたゴレもあるんで同じサイクルができますね。相手はラバですね。てかまあこのラバーに対して多分このドラダラが強いんですよね。てか今あれ相手インドラも咲いたんで、でもこのゴレを相手は無視してくると思ったんですけど、はい、なるほど。てかもうゴレクロしていいみたいなのがありそうですけどね。ここでポイ、はい多分これでも折れますね。余裕で折れる。でこれはまあベビドラでいいかな。このインドラでもどっちも正直いいんですけど、まあ、ラバ処理した後のパピーの処理がまあベビドラの方が優秀なんでね。でもこれで落ちるくねっていう。1700、これもうあれっすね、右側にフルブッパタイムですね。勝ち勝ち勝ち山ですね。やば、待って、めちゃくちゃ強いんだけど、やばくないですか。結構いいんですね使いやすい、使いやすい、かつ、ああ、もうこれも無視、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 無視ですね。ああ、で、ここは、生き玉でちゃんとノックバックします。OK。で、ここでもクローンして、はい、OK、終わり。綺麗。綺麗ですね。やばい、めっちゃくちゃ強い。本当か知らないけど。使ってみてくださいね、なんで。まあ、でも、なんだろうな、ゴレクロとか最近もいなかったんで、普通に刺さると思うんですけどね。クローンとか警戒しないっすもん、今の環境なんで。よいしょ、宝箱、おお、ボロブレが美味しい。はい、なんでもう一戦ラストやって終わりにしたいと思いますね。はい、このデッキなんだろう、まあ普通にまあポイズンされるとなんか負けちゃいそうですけど、よろしく。まあでも最近ラバの、まあ、ポイズンとかありますけど、なんだろうな、ラバのポイズンだったら逆にインドラとかその辺が刺さるんで、まあ、こっちもクローンさせないんですけど、正直クローンあるけどクローン使わなくてもね、ただのゴレデッキとしてやっていけそうな気がしますね。はい、なんでまあロリバブ生き玉とかで回せますし、普通にゴレダクネベビドラランバーで普通のゴレですね、普通のゴレに、まあ、クローンが入ってるだけなんで、まあ、最悪クローンはすごい使わなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ状況を見つつですね、状況見て、相手ファルチェバルーンだと思うんですけどね、ぽいファルチェバルーンっぽいんですよね、この動き。スケアISP が多分出たっけ。ファルチェバルーンですね、ですね、ですね、ですね。なるほど、うーん、これ多分トルネでキング起動しますね。はい、まあそうでしょうね。あはー、殴るんかい。で、これむずいな。これはゴレ展開まだしない方がいいですね、多分。ゴレ展開しちゃうと一気にやられちゃう気がするんで。はい、なるほど。これ生き玉で防衛。まあこっちは待ちますね。こっちは待ちたいですね。頑張って防衛したいけど、これはザップのタゲ編でも行かれるし、すべて行かれますね。なんで、まあ、ここは頑張って攻めますね。ここは気持ちで。気持ちクローンやるけど、多分、そんな刺さんないかな、トルネあるしな。って思いますね。あれ?やばくない?これ、インドラがめちゃくちゃ強いんだけど。あー、相手のスケルトンの位置がうまいですね。はい、あと600かー。これ落とせるか分かんないですよね、このデッキ。ファルチェがマジできついんですよ。ファルチェがマジできつい。で、これ逆再警戒しつつ、あー、なるほど。これもう、あれっすね。左、いやー、どうだろう。600を削れない気がするんですよね、僕。なんで右側形作るんですけど。まあ、これでもきついかなー。きついっすよね。普通にきついっすよね。やばい。まあ、ザップ打たれるかな。ザップ打たれるけど、まあ、どうにか、1個落としたいけど、このトルネやめてくれ。トルネがやばい。これ雪玉でファルチを微妙に手前にして、あ、オッケー、1個落とせるけど、ここですね。ここがやばい。
まあ、気持ちクローンでちょっと焦らすってやつですね。そんな焦んないかもしれないけど、まあ、気持ち焦らして、まあ、こっちはゆっくり形作っていこうかなっていうやつですね。でもゴレ出しちゃいますね。これロリババで処理しに行って、ああ、なるほど。でもまあこれでも雪玉あるんで、雪玉で頑張って、ノックバックで、OK! いや、いいよ。いい形。で、今相手ここで鳥ね使ったんで、もうクローンしちゃいますね。はい、なるほど。ああ、SP で全部飛んでった。頑張れ。もうゴリ押しタイム。マジでゴリ押しタイム。これなんかスケルトンとか ISP 出るから読みの雪玉だけど外れる。ああきつい。トルネファルチがやばいですね。もうフチパイセンのファルチを思い出しちゃいますね。これはやばい。ああやばい。とかこう普通にザップで終わるわ。と思うやん。奇跡的に耐えていく来た。で、これ雪玉なんか打っとけば絶対なんか出る。まあ、出るけどみたいなとこあるっすね。ああ、やばい。あ、終わった。ああ、終わったー！グッドゲーム！まあ、あれですね。惜しいですね。てか、ファルチがなー。まあ、しゃーないっすねよね。これは。しゃーないですね。ファルチが突破できないんで。まあ、ファルチにだけは当たんないように皆さん気をつけてください。はい。というわけでね、本日、ゴレ、クロ、ドラドラ。ぜひぜひ、まあ、使ってみてくださいね。まあ、ウルトラが3枚がきつめなんですけど、まあ、結構普通に最悪クローン使わなくてもいいんで、ここでね、回してどうにか頑張ってください。というわけで、本日終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。